ザ・バースデーからボーカルのギターの千葉さん、ドラムの桑原さんでございます。こんばんは。よろしくお願いします。千葉さん言ってくれないと、あのガッツポーズだけ取られてもんみんな本当にいるのかなって思っちゃいますから。こんばんは。一応聞いておきますけど、今日はお酒はないですよね。大丈夫ですか。一滴もないです。本当ですか。本当ですか。スタッフがかばうんですよ。スタッフが本当に酒くせえなって言ったらね、私が飲んできたんだよ。スタッフがかばうんですよ。私が飲みました。私が飲みました。優しい方がね多いんだ。本当に平井春樹さんからメールが来てますよ。おバースデーのメンバーの方からメールが来ました。スタジオお疲れ様です。今日ラジオだったんですね。ということは千葉さん代表の試合見れてないんですね。気になるところでしょうが、プロモーションに集中してください。ではまた明日っていう。ご本人が来ますよ。ありがとうございます。すごい。マジで。すごい。こんなサプライズ、まあ、言いたくなかったですけど、本番この始まる前直前まで、はい、スタジオ入ってくる直前までね、テレビにかじりついてね、見ていただいて、ね、サッカー見てましたよ。見ていただいてじゃないですよ。俺サッカー側の人間として今喋っちゃってるから。ちょっとどうなんですかと気になりますやっぱり。いやもう今年はいいんじゃないですか。いや僕はまあそのなんつうの、そのいろんなこうみんなのその思いみたいなのあるかもしれないけど、はい、あのもうザックが選んで、うん、そのこういうシステムでやるとか、うん、こういう風にやるっていうので、みんなで頑張れば、頑張るっていうか、なんか頑張んのも嫌だけどさ、うん、あ、やだ、頑張った方がいいか。今年はでもいいんじゃないですか。史上最強だと言われてますし、攻撃型の布陣だとかね、なんかいろいろ言いますけども、さあそういう中でですね、まあ、一応プロモーションですから、はい、ちゃんとアルバムをしていきますよ。そうですね。いや最高傑作だ。おありがとうございます。まあよくねこういうところに来た時にはですね、うん、一応その言葉言っとけばねアーティストも喜ぶしみたいな、うん、とこありますけど、今回ほんとねみんなに言ってんでしょ。いやこれは絶対言ってる。多分大谷さんなりに言葉を選んでると思う、ね、ビジネス傑作じゃないです。ビジネス傑作でもそれあんま言い過ぎるとビジネス傑作じゃないです。これは他のお客さんが来る時も大変だから。いやこれはすげえやばいわ。ほんといいわ。結構アルバム制作時間かかったんですか。じゃあうん、まあかかったっていうか、うん、そのなんていうのかな、あのちょっと期間っていうかこうなんていうの、こうこっからここまでの、うん、なんて言うんですかね、こうその時間をかけみたいなの、そうそうそう、少し伸ばしてもらったっていうの。なるほど。納期の時期をちょっと夏、去年の夏ぐらいから取っかかったっていうのが、まあ、長いって言うんですけど、実動はそんなにねいつも通りっていうか、向こうのする時間ですか。この前半のこの勢いある、いわゆるエッジが立ってるっていうんですか、こういうのってうわーって勢いきて、レモンでね、シングルレモンでちょっとこうだからもうなんか一歩のなんかストーリーみたいになっちゃってて、最後か俺カムトゥギャザーちょっとグッときましたね。いいでしょう。いやいいです。いや倉田さん声大にしていいです。いいでしょ。いやいいでしょ。謙虚すぎるでしょ。これはね、そうですよ。だって I love you は最強から始まってさ、最後一緒に行こうぜって言ってくれるでしょ。よく今までちょっと照れて言えなかったみたいなとこもあるとこないですか。まあでもなんかもうこんな感じだろうと思ったんだよね、きっと。ちょうど今そういうタイミングになってきたってことですかね。まあでもそうやって言っちゃうってことはきっとその言ってる通りなんだよね。ああそうですか。きっと。だからなんかそういう、僕は昔からね、はい、あの一応、まあ、3回目ですから何度もお話してますけど、うん、もうね、そんな戦略とか作為があって作る人じゃないっていうのは分かりますから、自然とそれが出てきたっていうことがあって、しかもこんな説得力あんのかって、うん、僕もとにかくこのクソったれの世界超好きですから、もう歌詞が歌ってる通りだと思うんですから、とんでもない歌だと思ってますし、あちょっとやめてください、うちの若手芸人に何ちょっと照れて、僕が今気持ちよく褒めてるところで何照れて、うちの若手芸人の肩を叩いてるんですか。証拠として VTR 回しますよ。マイクがないからなんか言いたいかもしれないと思って。滑り一言言ってやれ。ちょっと
いやちょっとあの僕もあの大の字さんの DJ イベントであの踊ったりとかさせていただいてるんですけども、本当にこれもうクソったれの世界かかってぶち上げかかってます。はい、どうですか。最高です。ほら千葉さんがもうアップかましたからもうドキドキしちゃってるじゃないですか。後輩の方なんです。そうです。あの一応芸名がスベリーマーキュリーっていう、はい、あのいわゆるラジオとかに来たらこういう時あのスタッフが座ってるとか構成作家さんが座るんですけどうそういう方だとは思って、そういうビジュアルなんですけど違うんです。フレディーマーキュリーのそっくりさんで今、ああそうですか、はい、ちょっと仕事もらって、はい、フレディーメイクでキスだっけ、クイーンですか、クイーンそれぐらいは知っててよ。いい具合にキリンさんの飲み物が進んでますね、やっぱりやっぱり飲んでやがんな水グーグーじゃないでしょ本当に。これはでもご本人たちもかなり手応えがあるんじゃないですか、うん、いやもうなんかいいですよ、うん、おなんかもういいですよって言われですけど、うん、いいですよすごい。いや売れてほしいっすよ僕このアルバム。うん、本当地方のね、それはあのドン・キホーテしか行くとこねえやつにね、ああなるほどね、これ食らえやっていう、これでも食らえやって、女の子があのミラターボとか乗ってるやつねそのミラターボのねカーステから聞こえてほしいですよね、うん、その辺のカーステからもね流れてほしい、その辺のカーステからやってほしいでしょちょっとヤンキー集だそれ、女の子の後ろにカッティングシートで後ろカッティングシートでザ・バースデーで書いてほしいですね、うん、何かの横にそうだいたいあの3年に1回くらい水曜どうでしょうそこにザ・バースデーザ・バースデー入れてほしいなそういう中欲しいな、そういう中欲しいですよね、なんか今こうやって話してる絵を前も見てるような気がする。あーいやあー来てだから前来た来たんですよ絶対見たら思い出したんじゃない幻だもんじゃない、デジャブじゃないんですよ、デジャブじゃなくてこうなんか今そういう風に言ってるような感じ。あ、マジですか。じゃあ本当にデジャブに近い感じ、デジャブに近い感じ でも本当そう思ってんだよな、本当これはでもそれぐらい売れてほしいって、いやこのアルバムは売れるべきアルバムだと思ってるし、俺はまだロック会ったことない、出会ったことないやつにこれは聞いてほしいよね、これぞ本物のロックンロールっていう ね感じで聞いてほしいかもしれない。ちょいいわ、ちょっと聞いてるとき14歳になっちゃいましたよ、ほんと42歳ですけどね今年42歳ですけど、逆にしたらね、逆にしたら14になる、ほんと4個しか違わないじゃん。そうだ、千葉さん46っすか。そうだよ、今年46、うん、小原さんは45。あっけえな、全然見た目いやいろんなとこはねもう40すっかり45ですよ。あそうですか、確かにいろんな形が。そうですよ、マッサージとかめちゃめちゃ怖いですマッサージは今マッサージを欲してようになっちゃって、あこれがもう全然昔と違いますね、うん、もう針とか行きますよ、針、あやっぱ針、やっぱドラムの方でもそうですよね、くね夜中の後ラーメンがもうダメですね。ああそれはドクターストップってことですよね。ストップもあるんですよ、痛風もあるんで。ストップはでかいです。そういうの全然ないですか、体的には全然。お二人はもちろんその辺はありますよ、もうもちろんもちろんやっぱりもちろんあります。昔はだってすごかったでしょ、どんだけ飲むのってぐらい飲めてたでしょ。ああでも寝ちゃいますね最近、もうね酒場で、あれよくないね、お酒飲みだから、うん、もうその場で、いやいや失礼なことだな、千葉さんも。いや俺はねずっと飲んでる逆に体力あるなと。いや本当ですよね、根気あるのに言い方しますね俺パタッと寝ちゃうから。あその前にね今日はね散々こうボロクソに言われるんだよ俺とかをいろいろ言われて言われて毒吐き切って死んじゃうんだよなんか虫みたいなね、なんかミツバチみたいな、やりきって死ぬみたいな。